8レース2乗戦2着になりました地元の川井選手です。お疲れ様でした。今日は実際に新田選手、新太郎選手といましたけれども、どういうふうに戦おうというふうに考えられてますでしょうか。そうですね、黒沢さんが前任せてもらったんで、とりあえず先行してどこまで通用するかというところを勝負しようと思ってました。どうじゃない、少し新田さんと並走する部分もあったと思いますけども、はい、あのあたりはどういうふうに。いや、そうですね、まあ、ちょっと遅らせて出せるのかなとか、そういうふうに思って、とりあえずその行ったところついていこうと思ってました。で、新田さんが来たところを先行しましたけども、はい、ご自身のかかりっていうのはどうだったでしょうか。はい、そうですね、出切ってからはすごい落ち着いてかかれたんで、まあ、そこはすごい良かったかなと思います。黒沢さんの援護もあって、お城も釣れましたけども、はい、2着に逃げ粘りましたけども、はい、ご自身の感覚っていうのはどうですか、演奏してみて。そうですね、最後まで踏み切れてる感覚あって、まあ、黒沢さんがちょうど知れたんで、本当にいやラインのおかげだと思います。地元記念は最高が準決勝ということで、はい、まあ、準決勝まで来ましたけども、はい、この後っていうのはどうでしょうか、何か改善する部分っていうのはありますか。そうですね、まあ、どういう番組になるかも分かんないですけど、とりあえず自分の出し切れるところでちゃんと仕掛けて頑張りたいと思います。たくさんのお客さんも来てたと思いますけども、はい、どうでしょう。そうですね、すごい大勢の中で走れてすごい刺激になりました。わかりました。では、準決勝、はい、それ以降に向けて最後に意気込みをお願いします。そうですね、決勝を目指して頑張ります。よろしくお願いします。